これはもうね、僕がねちっちゃい頃からお店の高いところの棚にいつも乗っかってた気がする。それが青島さんからね今回再販がかかりました。はい、こんにちは。三宅模型3代目店主三宅和明と申します。今日はね150分の1プラモデルの帆船ですね、日本丸、こちらの方を紹介していこうと思います。はい、ここにね完成写真載ってるんだけど、まあこの横にも載ってるか。めちゃくちゃね完成写真見るだけですげえなっていうのが伝わってくる。木製帆船とはまたちょっとね違った凄さがある模型です。はい、でね、この今日本丸っていうのは確か練習船だったと記憶してます。はい、あの日本で作られたね練習船でね、あと組み立てはミシン糸白が必要になりますというふうに書いてますね。まあね、ミシン糸白はどこに使うんだろうな、まあ、説明書見てみれば分かるけど、うん、この帆張ってるねあのロープはねこれベッドの中に入ってるはずだから。でオープン、開けるとねドーンとこんな感じで見えてきます。船体端から端まで結構な大きさありますよね。あ、結構いいじゃない。うんうん、もうちょっと歪んでっかなと思ったけど、そこそこ窓とかもちゃんと丸出てる、うん、まあ、直す人はねこの辺はやってってもいいと思うんだけど、このねプラ製の木製帆船と違うねちょっと特徴はね、このまず帆ですよね。はい、このバキュームホームで抜かれたプラ製の帆がついてて、あの端っこのところには点点点というふうにねあのロープを通す場所ついてますね。でね、なんでこの布じゃなくてプラなのっていうところ、実はねこれねこのね風をはらんでパンと張った状態ってねなかなか布ではできないんですよ。それがね簡単にできるっていう部分ではこれはすごいんじゃないかなっていうふうに思いますね。結構細いパーツ、ほらなかなかだよこれ、ほらほら手すりとかもで、チェーンとかも入ってるね。これは面白いんじゃない？あ、意外と色も分かれてる。白いパーツだけじゃなくてね、茶色いパーツだったりとかね。こちらもそうですね、マスト部分ね。へえ。あ、銘板とかもついてるね。うん。あ、ここのあの網みたいに編んでるところはパーツで入ってるんだ。全部貼るかと思うと結構大変だけど、この辺とかねなってるとまあいいですね。あとこれがね、黒いロープと茶色いロープが中に入ってます。茶色と黒のロープです。はい、おー、なんかねこのボビンに入ってるねデザインもね、あ、なんか潰してあるな、潰してあるけどこれ今井のボビンじゃないか。うん、多分そんな感じがする。昔の今井のボビンのような気がする。太さかな 3.25 と 1.55 って書いてある。これは太さミリとかじゃないのかな、なんか糸とかにはそういうなんか番号とかあるんだったっけ。太さで黒とね茶色のねロープのね太さは違うね。それからこれが甲板部ですね。結構な大きさあるからねじっくり本当楽しめそうな感じになってますよ。これは、まあ、船体はねここに今止まってますけれども、船体があって、その 下にはね台も入ってます。台すごいよこれ、木目とかがプラで、ここまでプラっていうかオールプラ、すごい、なんかプラへのこだわりを逆に感じるね、本当の木製台座でもう別にいいんじゃないとか思っちゃうもんね。説明書が入ってます。別でねもう一冊入ってて、こっちの方はですね工作と組み立てのねなんかねポイント的なあの技術的なこととかがねちょこちょこ書いてある。船体の合わせ目をきれいにする、要するに継ぎ目消しのことだよね。初めに仮組みをするとかそういうのとかも書いてあるし、あとピンバイスだったりサンドペーパーはどれぐらいかければいいとかっていうのも書いてある。あとねこうなんかね英語とね日本語と全部書いてるね、このねロープの結び方とかねすげえいっぱい書いてあるなんか船らしいですね。船らしい、滑車の通し方とかね、
その辺が書いてあるね。これは勉強になるんじゃない？あの2つ目の滑車とか3つ目の滑車にさ、どうやって紐を通して止めるのかとかさ。うんうん、そんなのも再現できるんですね。そうだろうね。さっきあのなんだっけ、こういう丸い穴ついたところにこう通してやっていくわけだから、うんうん、ロープとロープの結び方とかね、それがテグス結び、一重継ぎ、なんか名前もいろいろあるね。そんなのもこう書いてあります。でこちらが説明書になりますね。あ、今日最初のところには船だったり何だったりの説明が入ってまして、あ、最初にやっぱりこのね、台座と本体を作っちゃうんだね。こう机の上にさ、この下の船体部分を置いてさ、上を少しずつちま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 と作っていくんだよ。なんかロマンある感じで、ゆっくりね、こうね、徐々に完成していく感がある。はい。で、上の建造物とかその辺、機関部とか作ってって、甲板部色塗ったりとかそういうことをしながら、はい、それを組み込んで、でマストを組み立てて、マストつけて、そして、ああ、こっからね、あれだね、糸を張りに入るね。リフトの張り方、マーチンゲイルステイの張り方、ステイの張り方、バックステイの張り方を全部、そのどこに張ってるロープっていうことで全部名称がついてるんだね、ちゃんとね。それをこう張っていくと、これがな、どっかピンって張ったらね、どっかがうにゅってこう緩んだりとか、いろいろありそうな気がするよね。あー、でここで今度帆をつけていくのかな。帆を結んでいくんだね。いや、これはね、プラモデルの工作もそうだけど、このロープ回しがすごいね、やっぱりね。そこを綺麗に仕上げれたらかっこいいんだろうね。かっこいいんだろうね。ね、こういうふうに。これはやっぱりこの糸の張り方だよね。やっぱハンセンってそこだよね。あ、これってもともと青島のキットだったっけな。それこそ今井のキットだったんじゃないかな、もともと昔は。今井ってね、木製ハンセンとかもいろいろ出したりとかね、プラキットもやってたメーカーなんだけど、それでなんかさっきのね、糸がなんか今井さんのやつのような気がする、僕は。はい。いや、いい大きさで、これ綺麗に作れたらかっ、まあ木製ハンセンとはまたちょっと違うよね。木製ハンセンの場合はやっぱり木をどうやって張っていくかとかさ、ね、そういう部分とかにすごい神経使ったりとかするけど、まあもちろんね、木製模型出してるメーカーさんからも日本丸は出てるんですけれども、これはね、これでね、すごいプラのタイプ楽しいんじゃないかなって思いますね。いやー、今日これ本当に、いや、すごい古いキットなんだよ、これ。確か。うん。それでもね、全然、すごいいい出来だと思う。いい出来というか、今見る限りではね、これが、うん、これがね、ぴったり合うかとか合わないかとかね、調整が必要かっていうと、多分調整は必要だなとは思うけれども、うん。これはこれですごい楽しいキットだなっていうふうに思うな。ということで、今日は青島さんのこちら、150分の1の日本丸紹介させていただきました。結構ね、いろんな模型屋さんでね、上の方にドンと乗っかってるんじゃないかなっていう大きさのものではあるんですけれども、うん、これね、あ、うん、多分全部プラだから、結構プラモデルとか作り慣れてる人だったら木製ハンセンよりは敷居低いかもしれない。今日木製ハンセンは木製ハンセンで面白いんで、まあ、どちらでもね、そこのお店とかで相談できるとこあれば、ぜひ両方見比べてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、三宅模型では各種 SNS、 Twitter、Instagram、Facebook やってございます。それからね、YouTube もチャンネル登録、それからグッドボタン押していただければモチベーションも上がりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、不定期ではありますが、ライブ配信もやってございますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。いや、これですね。
ね、てかこれこの写真の人がさめちゃくちゃうめえよこれ作例。これさ穂とかもさちょっと黄ばませて、うん、真っ白なプラで入ってるからちょっとこうなんか染まったようなグラデーションっていうかやれたような感じとかにしてあってさめちゃくちゃかっこいい。これ作った人すげえうまいな。いやー素敵だな。で出来上がったら結構な大きさだよ、うん、幅ね長さこれぐらいあってさこの船体と同じぐらい高さもあるわけだからさ穂の部分がさ結構こんなんだよ。それこそこの箱いっぱいぐらいのね。そうですね、ものこれよりも大きいかもしれない。だって船体のやつがそうギリギリまであって、ね、であってで台ついて本体やって上だからこれよりはでかくなるよね多分ね。うんうんうん、机の上で組み上げていくっていうね。そう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 、なんかお酒飲みながらちまちまやるのが楽しいんだろうね。そうだね、うん、ね、こう大きい模型をゆっくり作ってみたりとかしたいよね、うん、これ1ってなってますけど種類あ種類出てる出てる。うんうんとね、今日最近再生産で俺見たのなんだろうな、日本丸でしょ、それから海洋丸でしょ、それから黒船でしょ、それからねあと何だったっけな、なんかねいろいろ出てたんだけど今最近はなんか本当に何個かしか再生産かかってない感じ。うん、しかもこれもすごい久しぶりのはずだよ日本丸。うん、